お疲れちゃんスラッです。今日ですね、なんと10月のねバランス調整の内容が発表されましたということで、まあ来週ぐらいにバランス調整が来るのかと思ってたんですけど、多分ねめちゃくちゃすぐ来ます。もしかしたらこの動画が、ね、上がってる時にはね聞いてるかもしれませんっていう話なんですけども、前回ねだからゴブリンが4体になってぶっ壊れになるだとか、まあババコ上がりワークされるだとか、そういったねカッコ仮のバランス調整の内容がね出てたんでちょっとだけ紹介したんですけども、今回はそれの確定版が出ましたねということで、ツイッターそしてノートでまとめてくださってるカブトムさんの記事をちょっとねもう音読していきたいと思います今日も。で、まあ、何がどう変わったかっていうと、まあ、前回ねこの10枚、調整されるよっていう内容が出たんですけど、まあ、こっから微調整が加わって、さあこちらですね、前回の内容に対してこういうね変更がありました。さあ、なんとゴブリンが4体になるって発表したんですけども中止です。はい、ユーザーが多分ねこれみんなさすがにやりすぎやろっつって、まあ意見とかを参考にしてもうなしになったみたいですね。これでも夢見たかったですけどね、夢のゴブリン自体まあゴブリンなので今後もね、安定で弱いままですね。はい、雑魚カード代表ゴブリンです。そしてナイトの HP3 パーっていうのもまあ別にいらんやろっていう話っすよね。はい、ということでなくなりました。であとは大砲だとか迫撃砲も下方しすぎなんじゃないかっていう意見があって、まあそれでね HP14% ではなくマイナス8%、そして迫撃はマイナス13%ではなくマイナス7%ということで、まあムートもついでで下方されましたよっていう話ですね。なのでまあこれを見るとなんかねちょっと期待してたぶっ壊れゴブリン自体がないので、そこはちょっと残念なんですけども、まあ新たに変わる部分で言うとゴブリンギャングがやりゴブが増えて6体になるだとか、まあ縦線も使われてますけど、まあ、ギャングの使用率もちょっと上がるかもですね。あとはエリゴレですね、これ危ないです皆さん。はい、まあエリゴレ動画出すんでね、もちろんめっちゃ強いっすよこれ絶対。まあゴブリンが壊れるだろうなと思ってたんですけど、まあそれがなくなったんでってなったらエリゴレくんだよねっていう話だね。はい、まあそういったところで、あとロイフも下方だとか、まあ、マイティも下方だとか、まあ小さな修正がいろいろあるかな。であとはババコエがどうなるかっていう話なんで、まあババコエエリゴレね、あの環境入ると思うんで今の間から皆さん育てておきましょう。というわけで今シーズンもね時間少ないのでトラグやっていこうと思うんですけど、これなんか事前発表ではメンテナンス10月4日だったんですけど、なんかクラロアの公式が6時半、海外時間か日本時間の15時半にメンテナンスするよって言ってるんで、9月30日、この動画上がってる日です。はい、なのでもしかしたら早まったよこのメンテで、あの環境がね変わってるかもしれないんで、シーズン最終日はね全然違うね、なんかエリゴレしかおらんやんちゅう環境になってるかもしれないんですけど、エリゴレパワーでワンチャン世界一を狙ってね、トラゲも視野に入れつつちょっと一旦今の間に頑張ろうと思います。はい、で僕73ぐらいまで落ちて沼ってたんですけど、クローンが結局救ってくれましたね私を。はい、マジでめちゃくちゃ落ちてて何使っても上がんなかったんですけど、マジこの辺でクローンフィーバーしてますね。はい、マッチアップはそんな感じかなというわけで、ちょっと引き続き現在今シーズン最多トロにいるので、まあキョスケクローンでやっていこうかな。でキョスケクローンはねやっぱこうキョスケのバカが強いので、ミラーのね、ミラーじゃない、クローンか。そう、エリゴレとか流行っても全然戦えると思いますね。てか、ババコヤとかの、ちょっとコスト重い系の小屋とかにも、マジ、キョスケクローンコウモリ？ん？キョスケコウモリクローンか。順番逆や。そう、それだけでも結構圧になると思うので、ババコヤには強いと思うんですよね、クローン。っていうのも思ってるので、今の間から使っちゃう。さあ、まあ、でもエリゴレが楽しみぐらいですね。さあスケブアチャクイ、ジャイスケラっすね、これも。スケブアチャクイはジャイスケラしかいないよねと。さあ、天才吹き矢でアチャクイを処理していく。で、雪玉を使ったねと。まあまあまあ、ゆっくり行こうぜ、ゆっくり。とりあえず、キョスケ出しちゃうか。出しちゃう。おい、逆か。あ、逆をしっかり攻めてくる優秀っすね、この逆パターンっすね。いやー、これはもうね交換しようぜっちゅう話なんでしょう。
さあ、まあ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 、お互いね、一個ずつで、あんまこれ以上俺のタオを傷つけないでほしいな。さあ、雪玉で、いや、めっちゃ稼ごうとしてる。いや、でもこの雪玉を使ったのは、俺許さねえかな。いや、無理か。いやー、一旦落ち着くか。さあ、無理はしません。さあ、アチャクいい。やゆきなんでね。まあ、一旦スケバレコウモリクローンぐらいして。よし、あとはお任せしよう。きついぞ、これ。よし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 。よっけ。まあまあ、まあまあですね。いや、痛いなー。でも、いやー、その許容やばいっすね。マジで本気の許容が。よしよしよし。いや、耐えてはいる、耐えてはいる。まあ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 、まあ、耐えてる。お、これはもしかして、もしかして、もしかして勝っちゃうさ同じことしてた。真ん中極スケブ VS さ、ジャイスケブで勝っていく。いや、めちゃくちゃ順調だなさ。7600、このままちょっと8000までいっちゃいたいっすね。で、バランス調整も来るので、来シーズン何が強いだろうなと考えながら、まあでも、迫撃砲も大砲も下方されちゃうんでね、高回転がちょっとね、ダメージ受けてますよね。重量級ってダメージ受けてないじゃないですか、なんなら。なんなら、エリゴレ強化で、ワッシュイワッシュイでしょ。まあ、強いて言うなら、ババコヤが強化、まあ、強化になった場合ですね、リワークなんで、なんとも言えないんですけど、ババコヤが鬼強くなった時だけ、まあ、ゴレとエレジアイとかはちょっと被害いけんのかなーって感じではあるっすけど、それ以外はね、別にあんま変わんねーみたいなのがあるんだ。マイティが減ってくれるのはね、俺これ巨スケ使ってる身からするとすごいありがたいですね。マイティマジで壊れなんですよ。もう壊れって表現でもなんか控えめか、なんだあれ、もう神、ぶっ壊れ、ぶっ壊れっていう言い方じゃもう収まんないです。チート。マジで。そのレベルちょっと強いんで。うわ、やばこれ。なんでこんなガンメテ引いたの？やばくねこれ。マジ、ワンチャンスナイプはねえか、さすがにな、こんなトロで。って言いたいぐらいの、やばいっすね。いつの時代のデッキだよっちゅう。マジ久しく見てないビーラットディガポイ引いたっすね。さあ、ヤスケ杖、これマジでやばくない？ビーラットディガポイ、ちょっとやばいよね。めちゃんこ久しぶりのデッキ。よいしょ、よし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 。まあ、インフェが嫌だね、バルキリーも嫌だね、エレキも嫌だね、ぶっちゃけ全てが嫌だ。いやー、きつ。たまたまね、たまたま狙ってこ、たまたま
俺の磨きまくった京介で頑張ろう。よし、一旦ね、このケツ京介、ケツスケバルも大事っすから、ね、やべえ、なんだこれマジでやべえ、なんだこれ、なんだこれ、急に引いてる。もうマジでやばい、もう笑えないよ。いけ、右行け、右行ってほしかった。どうやって変えれるだろうな、世界を。私に世界の変え方を教えてほしい。まあ、スケバレを飛ばしまくるっす。前だ。やんでマジでやばい。これ、これやってんの、マジ。絶対取んねえ、これ。惜しい。なんかワンチャン今、なんか取りそうな気もしたけど、みたいな。無理です。これやばいです。マジで。一瞬いいかな、これ。なんかたまたま、ラジチェック貼ります。いやマジでスナイプなんじゃないとか言って、ほんとごめんなさい、恥ずかしいわ。全然ゴリゴリ使ってました。はい、頑張ってください。さあ、ということでちょっと切り替えてね。いや今のはもう無理、今のは無理だな。アチャクイロイホグと貼れるぐらい無理でしたね。ビーラットディガポイでトラ上げしてる人いいんだな。ね、マジですごいな、ビーラットディガポイ。ビーラットっていう人が愛用してたディガー削りデッキなので、ビーラットディガポイです。えぐいな、マジで。普通にあのデッキと対戦したのがね、1,2 年ぶりぐらいじゃないかっていうぐらいのびっくりだったのよ。いないからね、やっぱあんなデッキ。トルネコカツみたいな、まあ、使ってる人いたけど、ちょっと前、昔のデッキです。ホグフリ、最近だったらマジで、まだなんだろうね。ジャイメガナイタとか、まあ、アイスイズボーラー、墓石スケラとか、でも昔のデッキ、なんだろう、なんでもあった気もするけど、なんかおもろいデッキあったから、全然覚えてない。え、待って、7,700とか、餌が来たぜ。40もらおうぜ。ザップ。いや、これラバだったらマジで美味しい。ケツラバ来い。いやー、スパーキー。スパーキーは餌よ。餌オブ餌よね。よいしょ。やば、早く苦労して。いけ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 、祈って祈って祈ってなんぼ。いやー、ちょっと痛いか、この背中が。さあ、まあまあ、ゴブスパね。ゴブスパはもう、餌っすよ、こんな。さあ、エレキがいなかったらよりいいですけど、
さすがにいそうかな。じゃん逆に。おお、来ない。しっかり守ってくるタイプですね。いやマジ相手復帰は何もできないですからねこれ。ああ、普通に守られたらなんかやだなこれ。エリババダックプリで、じゃ一旦スキバレ使って、ちょっと相手のエレキがあんのかを知りたいな。エレキなのかメガゴなのかで変わるんすよね。マザネクなのか。さすがにエレキっぽいけどな。さあ吹き矢最強だし、一旦組毒。さあ一旦組毒なのであとは見守る。俺のすることは見守るってことですね。よし、いいぞ。さあこれを繰り返していくと、トロフィーが気づいたらみんな展開になってんだからな。展開切るぞこれ。さあ キョスケの場が2個のダメージっていかつすぎ。3000ぐらいあんのかな、わかんねえけど、まあ、2600ぐらい落ちましたね。さあオートロー38、熱いな。マジでこれぐらい楽に勝てるもんなんですよね、相性がいいと。よし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 。さあなかなかいや悪くはないですからね。勝率 50% 切らなきゃトロって減らないんでね。まあ、世界1桁とか2桁とかいっちゃうとなかなかね、トロフィーのもらえる量減る量が違うんであれですけど。さあペダルは呪文がない、プリンセスマジアチュとかだと思うんで、このしっかり許容して。えっ、トゲ変わってんだけど。えぐい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 、天才カスを狙ってたら。いやそんな狙うわけねえか、こんなね、死にたい？熱い熱い熱い。これも突破してハゲて折ってほしいな。よしよし。いやー、これ親衛隊にバチコリ相性いいんですよこれ。だって親衛隊出すだけもうだってクローンで刺すから。いやこれは勝ちたいぞ。てか相手のプリンセスすげかったな、さっきの。あれ意図的にやって吹き矢にターゲットやってたら天才だけどな。さすがにたまたまか。タランバタランバなんかエリババが横失礼しますって気になったんだろうなあれ。いやー、あんまりここでキョスケの HP が減るのは嫌なんだよ俺は。頑張れ耐えろ。まあ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 、タワー折れないんでね、こんなん。マジで使ってくれたと思えば。さあ、プリンをしばいて、この次のクローンが最強だぞ。やべ。やべ、恥ずかしい。なんかサタイ1本られたらマジでやべねえやつだな。おお、行く行く行く、めっちゃ頑張ってんじゃん。あれまあザップ系がないので、いやまあ呪文ないだけどこんなに幸せなんだな。さあでプリンにはうっとちたいね。いやこれ相手諦めたか、ここに来て。こいつの守りは硬すぎる。いやそんなそんなか、
そんな感じじゃねえか。あー、相性落ちるつって。プチッて。もう今テレビ見てるわ。有吉の壁見てるわ、どうせ。さあ、ナイス。いやー、関連者だな。マジで。調子いい、調子いい。さあ、次勝てば7700です。急に来たわ。結局。いやマジで虚数系クローンでしかトロが上がんねえ体になってしもたな。ほんとにマジで虚数系クローンとエレジャイスは唯一勝ててんの直近で。何だよマジでゴブドリーとかでマジアチャオールブレイカーとかメガナイトとか使いますけど、もう好きなんですよ、得意なんですよ。まあ好きか使うんですけど全然勝てなくて、もう大嫌いなね、いくらなエレジェイ使ったらちょっと勝てるし、なんならクローン使ったらバカ勝てるし、どういうことと思いながら、来シーズンは俺はエリゴレ使いになればええんか、エリゴレ極めりゃええんか、初手決エリゴレしてダクネつけてライドラドラドラヒーラーつけてグッドゲームや、おいそれでええんやなっつって、さあスケバレをいってらっしゃいスケちゃん。なんか来る。エリキ。さあタルババ。いやもうタル安っすね。あでもこの人あれか。メガラムの人っすよね多分。多分メガラム使いの方だと思うので。あれわかんねえな、ゴルナイ来た。まあ、メガラムのゴルナイか。まあいろいろあるか。呪文が安っすね。メガラム呪文いっぱいあっかな、基本。やべ。お、押して押して。お、あー、なんか期待してしもたっすね。おとか言って。ワンチャンつって。エレキしっかり降ってきましたね。エレキゴルナイのタルババ雪玉、あーしっかりサンスペルっすね。でポイズンかライトニングかファイボがあるよって感じかな。まあ基本的にはライポイズン、ポイズンっすね。うん、ポイズンがあると思います。まあ雪がやーだなー、私は雪がやーだなー感じっすね。マジさあ、ポイズン。ポイズン強え。キョスケ強え。さあ、ポイズンはやだね。エレキもいるんでね。ポイタル行きエレキっていうこの、呪文めっちゃあるデッキっすね、マジ。マジクローンにだけはしっかり対策されてる。疑惑の入ってんすけど、さあまあこれもどうしたもんかっていう話なんですけど、ポイズンを使いました。エレキもタルもユキもあればいいね。さあキョスケが届くが、
いやワンチャンありそうでないっすね、多分。こっから通んないっす。さあ、ポイズン削り。はい、さあ、ポイタル雪。とか、もうポイズン、たまたま引いてるっすね。しゃあなしか。さあ、ビーラットディガポイと、ポイタル雪エレキ。さあ、お神足来た。遅延スキルとかももう無理になってくるんですけど、これは親衛隊。親衛隊だな。なんなら動画回す前に当たったな、これ。そう。ロイホグ。親衛隊ロイホグですね。まあ、世界で1番、2番に上手い親衛隊ロイホグ使いです。まあ、やたるじゃなければみたいな。まあ、やたるでもなんとかなる。さすがに取れないだろ。うん、ファイボだと思うので、しかも来た。まあでも俺のデッキ一回これもうさっき相手見せたかんな。あ、お前あれだなっつって立ち回りでカバーされるとちょっと嫌っすけど。あ、LSP になってるかも。さっき LSP じゃなかった気がした。あ、でもキョスケがなんか入りそう。あれ入ってねえのか。あ、入ってんだ、強っマジでこれで入っちゃうかんな。ね、相手も意味わかんないんだろうな今ので入ってんのかよ、おらっつってなってるっす。さあ、まあコウモリも LSP がちょっとめんどくさいぐらいか。男は黙って許容してクローンかけておしまい。キモティー、マジで害悪プレイヤーとして有名になるかもしれない。これさ、キング折れるぞこれ。いやー、もうちょっといけばな。キョスケの爆破でだって3000ぐらい。あ、終わったっすね。もう相手も戦意失ってますね。あ、無理無理って無理無理って。いや、クローンって、いやでも77行きたいな。次がでも77なんすよね。いや、悪くないですよ。相性いいのをいかに引けるかっていうくじ引き大会おみくじとかでも大吉とかな、ほぼ引いたことないですからね。吉、いつも吉だわ。うん、クラロワで大吉引いてるっすからね。だってその分、それはやっぱ確率論的にね、引けねえわ。こっちでいらんけどな。さあ、お願い、次ラバぐらい来るとマジで今年1年うまくやってきそうな気がする。頼む、ラバは神相性。さあ、クリさんだ。クリさんはあれだな、何でも嫌だから。あ、でもラバはないっすね。だからなんか高回転の迫撃とかホグとかのイメージがあるっす。うん、まあまあそういう系統っす。ディガー、あー、ウォールブレイカー、復帰やん、コウモリやりこぶーさ。まあディガーはないよとか。マイティーなやつかな。マイティー安っすね、マイティー。で、マイティー対4、5っすね。いやー、これきついっすよね。これをどう倒していくのかっていう、まあ、一旦逮捕が来る。うん。さあ、コツ使ってもらって。暇ウッティー。まあ適当に耐えて、ASP マイティートップに使いたいんですけどね。まあいっか、
いやマイキーマジで強い。さあこのマイティの HP が2400から2200に下方されるんだっけな。 HP なのか、なんか攻撃のなんか下げてほしいみたいなところもあるんですけど、まあいいか。さあこのディガーは美味しい。ああポイズンや。ああもうなんでマジでなんでみんな対クローンになって、多分ラバクロもいたんですよね今。だからみんなやべえ、クローンがちょっと増えてるぜっつって、ああ全部入りやないかいね。クローンがなんかいるんだけど今の環境になってるわ。じゃんけん大会これ敗北っすか。マジでファイブなのかポイズンなのかで全然違うかな。これ今だってファイブだったらさ全然世界変わってるっすからね。結構いい攻めだったのになーと思いながら、ヤクザマジでこれファイブだったら相手めっちゃきついっすよ。だってこれなん、しかもマイティのこれのポイズン珍しいかな、ちょっと。え？やばくね？ちょっと待った。ちょっとよ、やばくね。しかも相手結構上手いプレイヤーっすよ。結構どころじゃねえよ、やべえよこれちょっと待って、もう諦めてたというかさ、勝てねえよなーと思いながらやってるじゃないですか。だからもう意味わからん、この意味わからんことしてたらええぐっちだこれマジで。これがね、皆さん、グロの強さです。お分かりいただけましたでしょうか。ということで、いや、マジで、楽しくなって気づいたら30分ぐらい経ってるかもしれない。さあ、皆さんもちょっとこのグロね、使ってみてください。さあ、77です。200位です。そしてね、新環境をね、楽しみに、はい、やっていきましょう。よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。